はい、どうもこんにちは、七湯です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は、三角関数の方程式の問題ですね。タンジェントの高等式の問題ですね。タンジェントアルファたすタンジェントベータたすタンジェントガンマイコールタンジェントアルファタンジェントベータタンジェントガンマが成立するようなアルファとベータとガンマの値があるんですが、それらが0から180度の時にアルファたすベータたすガンマの値を全て求めようという問題です。一応数学オリンピックの予選のレベルを考えてますが、これは大学入試問題、これ東北大の入試問題の数値を変えた問題です。だからまあ入試問題としても使えるかなと思います。範囲は数2ですね。三角関数です。それではやっていきたいと思います。まあこれアルファたすベータたすガンマが180度、つまり三角形をなす時に成り立つ高等式だというのは知られてると思うんですけれども、それ以外にもまあ成立する場合があるんですね。で、それを全部求めましょうということです。まあ、一回解いたことがある、導いたことがある人だったらできるかなと思います。タンジェントのアルファたすベータたすガンマのこの式ですね、これを加法定理で2回分解していくという方針を取ります。タンジェントアルファたすベータを一つの塊として、で、タンジェントのだからアルファたすベータとタンジェントのガンマという形で、加法定理で分解をします。そうすると、まあ、1引くタンタンタンタスタンということでこうなりますよね。でもう一回その加法定理を代入します。式が結構めんどくさくなりますが、これがまあ結構簡単になるんですよね。1引くタンジェントタンジェントベータのタンジェントアルファたすタンジェントベータかけるタンジェントガンマ分の1マイナスタンジェントアルファタンジェントベータ分のタンジェントアルファたすタンジェントベータたすタンジェントガンマと。で、これ分母を整理すると 1- タンジェントアルファタンジェントベータを掛け算すればこのようになります。まあ、分かってる方は早送りしていただければと思います。まあ、一応、式変形もね、フォローしたい人のために、まあ、ショーカットをしなくてね、編集して、いきなり答え見せてもいいんですけれども、フォローしたい人もいると思うので、早送りしてください。もし不要な方はタンジェント分子、これこうなりますよね。タンジェントアルファたすベータたすガンマが一つ出てきて、それからマイナスのタンジェントの、アルファたすベータたすガンマじゃなくてアルファベータガンマですね。タンジェントアルファタンジェントベータタンジェントガンマとなります。で分母は、1マイナスタンジェントアルファタンジェントベータプラスタンジェントベータタンジェントガンマ足すタンジェントアルファガンマガンタンジェントアルファと、こんな式になるんですね。この式、まあ、覚えておくといいかもしれないですね。で、今高等式、その等式がタンジェントの和が、積になっているので分子がちょうどゼロになるんですね。ということでこれがゼロになるということが言えます。ということでタンジェントの値が0ということなので、あとは範囲を調べるだけでいいですね。タンジェントアルファたすベータたすガンマが0ということなので、アルファたすベータたすガンマは独立に動いていて、0から180度までなので540度まで動けるわけですよね。でマイナスの540度まで動けるので、その間でタンジェントが0になるところを見つければアルファたすベータたすガンマは、
0、それからプラスマイナス180度、それからプラスマイナス360度ということになります。これが答えですね。540度はイコール入ってないので残念ながら入りません。はい、これがタンジェントのその加法定理による証明ですけれども、まあアルファ足すベータ足すガンマのこの展開を考えることってあまりないと思うんですけどね。で、形がこの形、綺麗な、意外と綺麗な形になるというのは、まあオリンピック受験者なんかは知ってる人多いと思うんですけどね。こういう形になるというのはタンジェントの、基本対称式が出てくるんですね。というわけで、まあ、それで瞬殺できるというわけです。で、もう一つの別解としては、タンジェントの計算を、サインとコサインに、変換して答えるということもできます。一応これも、載せておきましょう。元の式はコサインアルファ分のサインアルファ足す、コサインベータ分のサインベータ足す、コサインガンマ分のサインガンマですね。これが、まあ、引き算して、こうですね。コスアルファコスベータコスガンマ分のサインアルファサインベータサインガンマですね。これが0という式になりますね。で、まあこれはまあ変形していくんですけど、まあ、やってることは同じですが、最初の2つでまず通分、それから後ろの2つでも通分で、うまく通分すると、まあ三角関数の加法定理の形が出てくるんですね。なので、まあ、例えば1番と2番というふうに分けて、1番の方を計算すると、コサインアルファコサインベータですよね。で、サインアルファコサインベータとコサインアルファサインベータが互い違いにかけられるので、上側はサインのアルファ足すベータになるの分かりますよね。これはちょっとまあ式書かないでこうやりました。で、後ろの方もコサインの、これ分母コサインアルファがこう共通しているので、ここにいますよね。で、こっちにもいますよね。だから、コサインアルファコサインベータコサインガンマが分母に来て、ガンマが分母に来て互い違いにかけると、まあこれちょっと分かりにくいですけど、まずサインのガンマがいます。サインのガンマがいることを前提にサインガンマでくくっちゃうんですね。まずね、サインガンマでこうくくってしまいます。そうすると、残ったものは何かっていうと1ですよね。で、コサインベータコサインガンマがかけられて、引くサインアルファサインベータなので、ここはコサインのアルファ足すベータになるっていうのがわかると思います。イコール0ですね。で、さらにこう通分するためにこのコサインガンマが必要なわけですよね。で、コサインガンマはここにかけます。こうやってで分母分子にかけます。こうやってそうすると、これ見事に分子は分母が揃ってる状態で、分子は、また三角関数の加法定理によってサインアルファ足すベータ足すガンマになるわけです。これの展開っていう形になっています。だから、分母はコサインアルファコサインベータコサインガンマ、それ分のサインアルファ足すベータ足すガンマイコール0という形になって、まあ分子イコール0という形になるわけですね。まあ元の式から分子このサインイコール0という式が出てきて、結論は同じということが言えます。サインの値も0のところはタンジェントの値も0ですよね。したがって、まあ、こういうことが言えると。0プラスマイナス180度、プラスマイナス360度ということが言えます。これが答えです。はい、まあ、別解の方もですね、こんな綺麗な形に書けるので、まあこういう変形ができるってことは、まあ頭に入れておいてもいいかなと思います。入試でもね、こういう過去にこう問われたことがあるわけですから、まあ両方ね、
対策にもなると思いますので、ぜひ勉強してみてください。はい、ということで、タンジェントに関する公式でした。以上です。